岩崎ひろみ、よしみファンの皆様、こんにちは。本日は明星80年6月号の記事を朗読いたします。まず、画像の説明から、公園のベンチに二人で座っているところですね。見出しが、岩崎ひろみ、よしみ、購買白売、篠山紀信、となっており、説明が、篠山紀信、話しながら撮ろう、となっております。それでは、次のページ、画像は二人のアップですね。それでは、本文の朗読をいたします。岩崎よしみです。私、ひろみちゃんに似てない？顎の形が似てるでしょ。だから声が似てるの。今は似てるって言われても、仕方がないけど、5年10年経っても、同じって言われるのは、嫌ね。だって歌は自分が、生きてきた人生をハートで、歌うものですもの。去年からテレビドラマ、鳥かじいっぱいで、浜優子さんと共演できたことは、自分の財産だと思うの。だって、あれから自分の歌が、欲しいなーって急に思い始めたんですもの。でも初め、自分の気持ちを殺していたの。だって二人も、芸能界に入ったら家の人が大変ですもの。夜は遅いし朝もすごく早いし、一人で悩んでた頃もあるの。私、感情の起伏が激しいでしょ。カーッと来ると、落ち込んで一人で、泣いちゃうこともある。ひろみちゃんのことは尊敬してます。そして、ものすごく好きなとこは、作ってないこと、自分そのままを、素直に出していること、私には他人の前より、お家の中の方が、少し厳しいから、でも、すごく、自分の心に、余裕があるから、あんなに、人に優しくできるんだと思う。ひろみちゃんって絶対、愚痴こぼさないの。だから、芸能界ってすごく楽しいものだとばかり、思ってた。いざ自分で、やってみると大変。まだ、知らないことが、たくさんあるのね。結婚？そんなこと、まだわからない。でも、すごく好きな人ができて、お仕事なんかやめろって言ったら、すぐやめちゃうかもしれない。今、本命はいません。私のお部屋には時計がないの。窓を開けるでしょ。そうすると銀行の大きな時計が見えるの。窓を開けて、それを見るのが大好き。私、となっております。それでは、次のページ、画像は、購買白売の、梅をバックにした姉妹のツーショットですね。服装は、ピンク系の服装ですね。それでは、本文の朗読をいたします。岩崎ひろみです。よしりんが、デビューするなんて最近まで、本当に知らなかった。子供の頃通学の電車に乗ると、隅の方から、じっと、あたしを、見ているような、おとなしい子だったの。それがいつの間にか、はっと、気がついたら、大人になっていた感じね。この前も彼女のテレビを見てて、母親みたいな、気持ちになってきちゃった。大変だろうなって。だって、あたしの、いいとこしか見てないでしょ。ステージやれば満員、サイン会すれば行列。それが、当たり前のように思っていたんだから、衣装のことで、揉めたんですって、写真撮りの時、あたしだって最初に水着を、スタジオで着せられて、抗議したことがあったもの。でも、そんなことは、まだいい方。昨日も、ここパームスでケーキ食べながら、話したんだけど、郵便貯金ホールのデビューコンサートの時、楽屋へ見知らぬ大人から、電話がかかってきたの。そしてそれは、卑猥ないやらしいことを言うの。新人だったら、もう歌えなくなるほどのことを、ものすごく卑劣なことをね。今初めて話すけど、16歳でデビューして、あっという間に、5年が過ぎたわ。今度、レコーディングでアメリカへ行くの、マービンゲイと、
ダイアナロスの UI ブリシングみたいな LP を作りたいのね。今一番寂しいなって思うことは、歌が恋人です。なんていう人になってしまうこと。それでは、いい歌は歌えないわ。一人の女として素晴らしく、生きていてこそ、初めていい歌が歌えるんですもの。今は自分を磨くことしかないもの。いろいろ、やっているんだから。免許も取るし、20歳からお嫁に行く準備で、タオルと、食器だって集めているんだから。でも、結婚はできないかなぁ。普通の、家事が何にもできないもん。それに去年、私、天中殺だったの。だから、それを信じて、じっとしてたの。去年でそれも、終わったから、彼だって探そうと、思ってるのね。え、あの天中殺の人、占いをやめちゃったの？インチキね。それじゃ去年もっと、頑張ればよかったー、と、なっております。それでは、感想です。姉妹仲良しなのが伝わってきますね。微笑ましいです。ちなみに、今も仲良しで、一緒にステージに立ったり、ひろみさんの YouTube にも登場して差し入れをしたりもしてますね。良いことです。よしみさん、部屋に時計がないのは不便だと思いましたが、ちょうどいい時計があったのですね。笑い、形はどうあれ時間が分かってよかったです。お姉さんは偉大すぎて、尊敬しかないでしようね。笑い、でも、よしみさんも売れてよかったです。ひろみさんは、変な電話がかかってきたりと、売れっ子ならではの、悩みが当時あったのですね。想像つきます。天中殺、当時流行りましたね。占い師って、あの方でしょうか。それを、信じて恋愛は控えていたとは、年頃だけあって、我慢してたんでしょうか。16歳でデビューはすごいですね。歌がとにかく上手いですよね。21歳でアメリカレコーディング。さすが、トップ歌手、素晴らしいです。ひろみさんも20歳を超え、大人の女性としての、いろいろな思いが当時、あったのでしょうね。それでは、記事の朗読も、終わりましたので、このあたりで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。